確かに弱いけど霊気がありますね。昼の会話も聞こえていたぞ。わしを正義するんだと。モブ、早いとこ終わらせちまおう。はい。終わりか？はい、カカシに入ってただけで害はそんなになかったんじゃないかな。なんだこりゃ。お、例の本体ですね。カカシはおとりだったのか。ああ。ここはわしの土地じゃ、何人にも渡さん。だったら権利書を見せろ。収穫まで育てるのにどれだけの手間がかかると思ってんだ。ひねくれた嫌がらせだな。実った野菜を無駄にしているわけではない。お主は霊が食事できんと思っとるか。お前らに栄養は必要ないだろう。畑で育った野菜の精気を吸い取ることはできる。ちゃんとわしの糧になっとるわ。野菜とのもね。モブ、吹っ飛ばせ。はい。やりなこぞ。じゃがもう一人の方は凡人と見た。うわぁ、師匠、二人ともわしの肥料にしてやろう。無駄じゃ。お主が破壊しているものはわしが操っている植物のほんの一部にすぎん。だがそれ以上やってみろ。今すぐこの男を首に殺してバラバラにしてやる。やはりわっぱ甘い。どうせ死ぬというのに。ツルを切っても本体にダメージがないってことは、憑依してるわけでもないんだ。生き物をラジコンみたいに操作している。そんなの考えたこともなかった。僕にもできる。悪霊と同じこと。お、植物が動きを止めた。植物に命令してみたんです。悪霊よりも強い念波を送り込んでみたら操ることができました。それが正解だ。よく気づいたな。くそ、小僧、植物への支配を上書きしよって。汚れ、許さん。死ね。何ですかそれ。家庭菜園を始めてみる。うまくいけば食費の節約になるだろう。報酬の収穫野菜はコッパみじんになってしまったが、代わりに土や肥料や野菜の種をもらい受けた。お前にもほら、前回のバイト代だ。ブロッコリーの種。ついに現物支給に。ありがとうございます。ああ、そうだ、こっちにミニトマトの種を植えたんだが、試しにこれにエネルギーを送って野菜成長させてみろよ。はい。おおおおおお、すげえ。これは新たなビジネスの予感。どれどれ。ああ、うん、マジ。このミニトマト持って帰っていいぞ。え、